バージナルの前に座る女は、オランダ黄金時代の画家ヨハネス・フェルメールが1670年から1672年頃に描いた絵画。キャンバスに、油彩で描かれた作品で、ロンドンのナショナルギャラリーが所蔵している。バージナルを演奏する左向きに座る女性が描かれた作品である。前傾左には弦に弓が差し込まれたビオラダガンバが置かれている。 バージナルの蓋の内側には風景画が装飾として描かれており壁にはフェルメールの義母が所有していたディルクファン・バビューレンの鳥持ち女のオリジナルあるいは模写がかけられている鳥持ち女がどのような意図でこの作品の背景に描かれているのかはわかっていないがおそらく音楽と性愛との一般的な関係性を意味しているのではないかと考えられている画面左上部には この場面を区切る役割のタペストリがあり、画面右下の壁が床に接する部分は、デリフト陶器のタイルで装飾されている。バージナルの前に座る女はその作風から、1670年、頃に描かれたとされる。同じく、ナショナルギャラリーが所蔵する、バージナルの前に立つ女とタイになる作品ではないかと、考えられている。制作年度、作品の大きさがほぼ同じで、 描かれているモチーフも似通っていることがその理由だが、19世紀までの両作品が辿った来歴は全く異なっている。フェルメールは同じような主題を全く関連性のない別の作品に描くこともあった。19世紀になってから両作品ともにフランス人美術史家テオフィル・トレビュルガーが所有していた。トレビュルガーは1866年に フェルメールに関する著作を出版し、フェルメール作品の再評価に大きな貢献をした人物である。その後、イギリス人美術品収集家、ジョージ・ソルティングがバージナルの前に座る女を所有していたが、1910年にナショナルギャラリーに依存された。ありがとうございます。